栃木県立宇都宮工業高等学校は栃木県宇都宮市に所在する県立工業高等学校、うたくみの通称で呼ばれている。軽単位で生徒を募集し、2年生からコースに分かれて専門性を深める。さらに進学コースと専門コースで授業のカリキュラムが変わる。そのデザインから三角気象と呼ばれる。創立当初は、 当時の県内中等学校のシンボルに習い、土地の葉に打った組を包み込んだデザインであった。しかし独自にシンボルが欲しいという生徒内からの声の高まりを受け、初代木工課長を中心に新しい気象を考案することになった。最終的には土木、木工、建築の参加を表現する三角形を木の図案にあしらい、その中心に宇都宮の 右を三つ組み合わせたデザインとなる。このデザインは1924年から使用され、1929年頃にデザインを簡素化して、現在の三角気象となった。第一効果の作曲者は、宇都宮短期大学創設者の須賀とも須賀が作曲するに至った経緯は不明だが、初代校長であり、旧宇都宮商工会議所などの名建築を残した。 アンミカと何らかの交流があったのかもしれない。制定は1930年である。第一効果の原曲となるもので、3、4拍子の楽曲であった。当初は3番まで歌詞が存在したが、1945年の第二次世界大戦終了後、2番の歌詞内容が反民主主義的であるという GHQ の指摘を受け、削除された。したがって当時の3番が、 現在の2番という形をとっている。歌組音楽部の創設者、世界的ミュージシャンの渡辺貞夫が在学中の1950年、夏の甲子園に初出場し、ベスト4に進出した野球部の外線パレード演奏を行った。当時わずか3名の部員により、怒りを上げて、などの更新曲とともに、効果も演奏されたが、3拍子のため歩きにくく、 野球部からすまないがもう少し離れて演奏してくれと物言いがついた。そのため渡辺らは隊列が近づくと走って100メートル先で演奏し、また近づいてくると走って移動ということを繰り返したと伝えられる。新校舎への移転直前まで京町の旧校舎に渡辺貞夫が授業をサボって弾いていたとされる伝説のオルガンが存在した。この旧校舎は 1965年頃、当時の音楽家教諭によって4、4拍子に改変されるとともに、若干のメロディの改定がなされ、現在の第一効果となったが、改定に対しては卒業生から不満の声が多く上がったという。1986年、歌った組野球部が1959年の選手権、大会準優勝以来、27年ぶりに夏の甲子園に出場。 初戦を突破した硬貨聖賞の後、NHK アナウンサーが隣席の OB に硬貨は27年前と変わりませんかと問うた。その返答はメロディが変わっているようですねというものであった。改訂後、3、4拍子の急降下は公式の場で聞かれることはなかったが、1981年2月に宇都宮市文化会館大ホールで行われた。 予選会において、歌組 OB でも、ある当時の教頭が、幻の2番を含め無伴奏でこれを独唱。全校生徒に披露した。くしくも同年9月1日、作曲者の須賀が世を去っている。東高校は創立当初から、宇都宮市街地の京町に校舎を構えてきた。しかし近年になり、校舎や設備の老朽化による自然災害への懸念なほか、加工機械や、 学習設備の古典化により学習できる内容が現代の技術水準から開示するなど様々な問題が指摘されるようになった。そこで校舎や学科再編を含む学校全体を刷新する計画が考えられた。当初は同じ場所である京町敷地内に建て替える方法が模索されたが土地が狭いなどの制約が厳しいことから断念され平成18年に 宇都宮市南部の8ヘクタールに及ぶ JR 鈴目宮駅東口地区が整備予定地として選定された。これらをもとに新校舎や新設備、教育課程や学科編成などを定めた科学技術高校整備基本計画が策定され、計画策定から5年の歳月をかけて現在の鈴目宮地区へ移転した。夏休み中の校舎引っ越し作業を経て、 休み明けの2011年9月1日から移転先での授業が開始された。跡地については、宇都宮市が私立一条中学校の移転候補地とすることを県に要望し、宇都宮市立一条中学校が跡地の北側へ移転し、南側には栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園が創立した。また、2008年創立記念式典にて、 学校長より、跡地については移転後の計画は様々あるが、同窓会より、創立記念式典で記念モニュメントを残すことも、検討している。との発表があった。移転後の旧校舎は、工業高校教育における土壌汚染について、県により、校舎付近及び校庭などの地質調査が行われた。2013年4月初旬から、 旧校舎の本格的な解体が開始された。2014年度から同地へ移転する学校施設の建設を開始し、2016年度に2校の学校業務が開始された。ありがとうございます。